ローテンブルクオップデアタウバー。ローテンブルクオップデアタウバーは、ドイツ南部のバイエルン州、ミッテルフランケンのアンスバッハ郡にある大規模郡都市。ローテンブルクオップデアタウバーは、タウバー川沿いのフランケン平野自然公園周辺部に一致している。本市は、公式には39の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。 南から時計回り。ローテンブルクの起源は、現在は一宿となっているデトバングにあった。この小教区は、970年頃に、ライネガーという名の東フランケン地方の貴族によって創設された。この貴族は、ついでコムブルク、現在は、シュベービッシュハルシの一部を創設した。この貴族が、タウバー川を望む丘の上に城を建てたことが、現在の地名である。 オビーデア・トーバーの由来である。このコムブルクイコールローテンブルク博が断絶する1108年までには皇帝の城が築かれていた。この博下の最後の当主となったハインリヒ・フォン・ローテンブルクは城をコムブルク修道院に移蔵した。しかし皇帝ハインリヒ五世はこの移蔵を認めず、老いのコンラート・フォン・ホーエン・シタウフェンに霊園としてこの所領を与えた。 コンラートは1137年にローマ王在位1138年から1152年に即位してコンラート三世となると1142年にローテンブルクに帝国の城を築きここに宮廷を置いた。しかしローテンブルクの宮殿において政務を取った国王はコンラート三世のみである。彼の息子のフリードリヒホンローテンブルクは 父親が亡くなった時はまだ成人前であったため、いとこのフリードリヒ一世の貢献下に置かれ、1157年に、ローテンブルク公という称号で統礼を受けた。フリードリヒ一世により、フリードリヒ本ローテンブルクには、エーガーラント地方も与えられた。フリードリヒは1167年に亡くなり、彼の兄も創生していたため、ローテンブルクの城は、意味を失った。 1170年にローテンブルク市が設置された。当時の町の中心は市場とヤコブ教会であった。この当時から町の要塞化が始まったとみられる。その時代の遺物として古い地下室、古い堀や牛乳市場などを見ることができる。13世紀になると塔や城壁が作られた。その中で現在まで残っているものはレーダーアーチとマルクス塔である。 1194年から1254年まで、ホーエンシュタウフェン朝の大官が、ローテンブルク周辺の地域を支配した。この頃、聖ヨハネ修道会や、その他の修道会が、ヤコブ教会やドミニコ会の修道院の近くに、設置れた。1274年に、ローテンブルクは、ハプスブルク家のルドルフ一世から、帝国都市の特権を与えられた。 市内には三つの有名な市場ができ、その後の数世紀に渡り街は発展した。市内の住民と郊外の騎士らは、フランシスコ会の修道院と精霊病院を設置した1376年から1378年に、市の防壁に組み込まれた。ドイツ騎士団は1311年に、聖夜子部協会の建設を、はじめ1336年から市民が使えるように、 なった完成は1485年。聖ヤコブ教会には十字軍遠征に伴い、ローテンブルクにもたらされた生物とされる聖、地が置かれた。これが多くの巡礼者を引き寄せ、中世のローテンブルクは第一級の巡礼地であった。その当時は新聖ローマ帝国内の上位20都市の中に入っていた。史壁の内側の人口は約5500人で、 これに加えて、周辺の390平方キロメートルの領地の中に1万4000人が居住していた。1350年には皇帝から朝税権と関税権を認められ、この頃からローテンブルクは帝国自由都市とみなされるようになる。1356年のバーゼル地震で古い城塞が崩壊した。今もナウセーバルシウス教会が残っているところである。 その廃墟のキリン氏は当時としては貴重な資材であり、死壁の建造に用いられた。中世のこの町で最も有名な人物は、エネルギッシュな政策で知られた市長ハインリヒトップラー。1340年頃生から1408年没、であろう。1373年には、トップラーが市長に就任した。ヤコブ教会の増築を決定。 また1398年には、聖ヤコブ教会の建設をドイツ騎士団から引き継ぎ、聖ヤコブ教会は、私所有の教会となった。それと同時に、ゴシック様式の市庁舎の建設も始まった。1378年、ローテンブルクは、ウルムを名手とするシュバーベント市連盟に加盟した。1400年頃までには、ローテンブルクは、フランケン地方の中では、ニュルンベルクに次ぐ、 第2位の人口を抱える都市となった。1485年には170年かけて建設された聖アコブ教会が落成し、現在までよく保存されている。1525年、ドイツ農民戦争において、ローテンブルクはフロリアンガイアー率いる反乱軍側につき、プロテスタントに改修しようとしたが、最終的にローテンブルクの首相、キャザミールは降伏した。 ヨハン・トゥー・シュレインら反乱者が処刑された。1544年、ローテンブルクはヨハン・ホーンベク市長の時代についにプロテスタントへの改修を達成した。いわゆる宗教改革である。1559年にはプロテスタントの教会規則が交付された。聖ジョンの騎士団とドイツ騎士団だけが引き続きカトリックを信仰したが、これらの騎士修道会もそれぞれの教会。 生存協会、聖ヨハネね協会への権利を手放さねばならなかった。1572年、1501年に消失した、視聴者の東側の再建が始まった。その後、30年戦争が勃発するまでの間、街は繁栄した。1618年に勃発し1648年まで続いた30年戦争の時代、ローテンブルクも、 戦費のの負担や通過する遊軍への便宜供与などを行った1631年、1634年、1645年に、ローテンブルク付近で戦闘があった。1631年10月に、カトリックのティリーハクヨハンセルクラエスが、プロテスタントのルター派のローテンブルクに4万人の軍隊の宿営を求めた。 町はこれを拒否し、牢状して守り抜こうとした。しかしながら、ティリー博の軍隊は300人の兵を失っただけで、間もなくローテンブルクを陥落させた。町に火を放ち略奪すると脅した、ティリー博から、旧市長のヌッシュが町を救った成行きは、現在も毎年開催される町の祝祭劇、マイスター・トゥルンクの話のもとになっている。 帝国都市連合は1632年から1634年にかけてスウェーデンと同盟した。1634年にはペストの大流行によって多くの死者が出た。1645年にフランスの軍隊に占領された。1650年に最後の兵士が町を去ると、この町にはもはや財産も権力もなくなり、ローテンブルクの町の発展は停滞し、町は その重要性を失っていった。これは街が十七世紀のままの状態で保存された理由である。1688年の大同盟戦争ではフランスの侵攻を受けてドイツ側の軍隊は大損害を受けたがローテンブルクは占領されなかった。街の再建は十八世紀まで続いた。1793年のフランス革命戦争もこの地に大きな騒乱をもたらした。 この頃、すでに、アンスバッハ公領とバイロイト公領を引き継いだ、プロイセン王国は、ローテンブルクとの間で国境を確定する合意書になしている。このことは、ローテンブルクのような小さな帝国都市であっても、その独立性を認められていたことを意味している。フランス革命戦争では、オーストリア軍及び帝国クライス軍がフランスに敗北した。 この賠償のために新生ローマ帝国はラインガワサガン地域をフランスに割上することとなった。この時、新生ローマ帝国が失ったラインガワサガン地域の領土を領有していた諸公に対しては残っている新生ローマ帝国領を再分割して領地を保障することとなり、そのために招集された帝国代表社会議主要決議において1803年に決議が成立した。 この決議により、500年にわたる独立都市としての歴史を持つローテンブルクは、その意思に反して、バイエルン領に併合された。帝国の負債のため、バイエルンは、多くの公共建築物や土地を売却した、例えば現在の境界広場となっている、牛乳市場のマリエンカペラや、ストファーバーグの大きな塔など、帝国クライス会議の大議士を務めた名門の家系も、土地を失い、 本シュタット家を除いてよそへ移っていった。1806年にはナポレオンの圧力によりフランス主導でバイエルン王国が成立。同時にライン同盟に加盟しフランスの影響下に置かれた。ローテンブルクは辺境地帯となり経済危機はさらに悪化した。1813年にはナポレオン敗退によりライン同盟は 解消、1815年のウィーン会議により、バイエルン王国はオーストリアを名手とするドイツ連邦に加入した。このドイツ連邦も、1866年の広島戦争のプロイセン勝利をもって解消された。1871年にドイツ帝国が成立すると、バイエルン王国もドイツ帝国に組み込まれた。また、1873年には、 鉄道が開通した。これらの理由により、ドイツ帝国内からの旅行が容易になり、次第に観光客が増え始めた。また工業化、馬車工場なども進め、経済は回復を始めた。1880年代になると、ロマン主義の画からによって、ローテンブルクが再発見され、イギリスやフランスからも人気の観光地となっていった。街並みに、 大きな変更を加えることを禁ずる法律が作られた。第一次世界大戦前には、現在も存在しているホテルアイゼンフートに滞在するバスツアーまであった。バイマール共和国時代、この都市とその周辺の選挙区は NSTP 支持者の多い地区となり、1933年の選挙でこの政党は80%もの票を獲得した。ローテンブルクは、 ナチスの運動家たちにとって特別に重要なものであった。彼らにとってローテンブルクはドイツ人の故郷の街の典型であり、ドイツ的な要素を余すところなく体現した街とさだ。1930年代を通じてナチスの下部組織である寒気立候団は国中からローテンブルクへの日帰り旅行を定期的に組織した。この運動はローテンブルクの住民からは強く支持された。 それは、この運動がもたらす、経済的な利益のみならず、ローテンブルクは、ドイツの街の中で最も、ドイツ的であると商用されていたからでもあり、住民の多くは、国家社会主義に、好意的であった。1938年10月、ローテンブルクは、ユダヤ人市民を追放した。これは、ナチスや、ドイツ中のナチス支持者たちから支持された。ここに、 理想的なナチスの地域社会が作り出されることで、ドイツの人々はナチスが求める家族や地域社会としての生活のありようを連想した。ローテンブルクはナチスの思想を理想的な家庭生活として明瞭に具現化していた。さらに他のドイツの街もナチスを支持してローテンブルクに作られた例に続くようになり、これがローテンブルクに 理想的なナチスの地域社会を作るということにつながる、ナチスのドイツ国家主義の傾向の始まりとなっていった。これが発展して、当時のプロパガンダで描かれていたような、理想的なナチスの家族像を示すことにつながっていった。ナチスやヒトラー,ユーゲンとの中で育ち、そして市民としてあるいは軍人として、ナチスドイツの思想と、相当アドルフ・ヒトラーを守るというナチスドイツの、 少年教育が始まると理想的なライフスタイルはさらに奨励された。これがナチスの愛国主義の中核思想を形成し彼らの心情となっていく。多くの方法でローテンブルクはナチスの運動の鍵となる要素を示し国家社会主義者の考えをドイツ中及びヨーロッパ中のドイツ五県地域に広めるためのモデル地域となっていたのである。 第二次世界大戦の終戦直前の1945年3月、ドイツ軍の兵士がローテンブルクに駐屯して街を守備していた。3月31日、ローテンブルクは16機のアメリカ空軍機の爆撃を受け39人が死亡し306件の家屋、6つの公共建築物、9つの暴露、そして死壁が600メートルにわたって破壊された。これは 保存されていた建造物の約40%以上を占める旧市街頭部が損傷、または破壊されことになる。この爆撃作戦の本来の目標は、オーバーフランケンのエーブラ派であったが、霧に覆われていたため攻撃できず、このため代理の目標として、軍事的な意義などないにもかかわらず、ローテンブルクが攻撃されたのであった。損害の大部分は、 旧市街でも比較的新しい地域であったため、最も重要な記念建造物は被害を免れた。後に質問されたパイロットは、自分たちが文化遺産都市を爆撃していることに全く気づいていなかったと答えている。かつての米国国防省副長官、ジョン・ジェイ・マック・ロイは文書で以下の証言を行った。ローテンブルクへの進軍に際して、デイバーズ将軍の部隊による砲撃が、 計画されたのだが、これを阻止したというのである。彼は、戦前にこの街を訪れ、この中世都市に魅了された母親の話で、この街を知っていたのだという。ドイツ軍守備隊長のタームズ少佐は、ヒトラーのすべての街は最後まで戦えとの命令を無視し、降伏した。これによって、砲撃による街の完全破壊は免れた。4月17日、 ドイツが降伏する3週間前に、米軍が町を占領した。戦後、町は球体に忠実に再建された。全世界から再建のための寄付が寄せられ、アメリカからも多額の再建資金援助を行っている。この時の寄付者の名前は、私壁の内側通路に掲示されている。1972年まで、この町は、ローテンブルク軍の軍長所在地であった。 バイエルン州の市長存在編により、この町とその軍はアンスバッハ軍に編入されることとなった。この都市は大規模軍都市の地位を保持した。ローテンブルク・オップ・デアタウバー軍が廃止された後でも、大規模軍都市の状態にあるローテンブルクでは、上級市長の選挙が行われる。2006年の選挙では、選挙グループ界 R ローゼンバーグのバルター・ハルトルが決選投票で、 SPD の候補を破って選出された。ハルトルは2006年5月2日に着任した。市議会は24議席からなり、その中から市長が選出される。選挙は6年ごとに行われる。銀次に赤い2本の強壁のある塔のある城。塔の間には三角屋根の鐘楼。ローテンブルクでは観光産業が大きなウェイトを占めている。 しかしこの他にも、大手家具製造業者の工場が一つ、大手建設機械製造業者の工場が一つ、中小の機械製造業者がいくつか、それに、ヨーロッパで2番目に大きな焼き菓子の生産工場がある。ローテンブルクオップデアタウバーは、アウトバーン A7 号線沿いに位置し、市街からわずかな距離に、ローテンブルクオップデアタウバーインターチェンジがある。旧連邦道 B25 号線がローテンブルクを南北に縦断して走っており、東西に走る古城街道と市内で交差する。この町は、幹線鉄道ビュルツブルグアンスバッハ線としたいナハから分岐する形で1873年11月1日に開業した鉄道路線の終着点である。現在この路線は、ニュルンベルク広域鉄道網の一つ。 近郊鉄道 R82 として運営されている。1905年から1971年までの間はシリングスフュルストを経由してドムビュールでカンセンアンスバッハクライルスハイム線に接続する路線もあった。ローテンブルクオップデアタウバーには多くのサイクリングロードが通っている。市街の約 1km 東にローテンブルクオップデアタウバースポーツ飛行場。 荷重 5700kg、滑走路6 0 0メートルがある。ここでは、時折、メルセデス・ベンツツーリングカーレーシングチームが、テスト走行を行っている。鉄道で移動する際には、バイエルン州、ゼルビッツ郊外に、ローゼンバーグ、U、に、ウムラウトがついているという紛らわしい駅があるので、注意が必要である。間違えて、ローゼンバーグに向かってしまう。 観光客が少なくないようで、ローゼンバーグからローテンブルクオップデアタウバーに行く方法を複数の言語で案内するパンフレットがローゼンバーグ駅は用意されている。ローテンブルクは入り組んだ路地や小さな公園それを取り巻く木組住宅といった中世さながらのよく保存された旧市街で知られている。この旧市街はドイツの街のプロトタイプとして 世界中の観光客の目的地となっている。特に日本からの観光客はヨーロッパツアーの一環としてこの街で宿泊する。この街にはホテルや民宿のほかにキャンプ場やオートキャンプ場、ユースホステルなどがある。ユースホステルはかつて馬を動力とした街の粉引き場として使われていたものである。ローテンブルクのよく保存された旧市街は 様々な映画の舞台装置としても利用されている、例、カスパーハウザー。また、日本のアニメ作品、ちっちゃな雪使いシュガーの舞台である空の街、ミューレンブルク、日本のコンピュータゲーム作品、アトリエシリーズの舞台である、架空の街、ザールブルグ、などのモデルともなっている。旧市街全体が、見応えのある建造物で作られていると言っても、過言ではない。 夜の旧市街を回る、ナイトウォッチマンツアー、夜景ツアーもある。よく保存された中世都市を代表するシンボルとして、ローテンブルクの名は、フランケン地方の外でも転用されている、日本で、小京都が多くあるようなもの。オーバーバイエルン地方のランツベルクアムレヒは、ローテンブルクオプでアタウバー同様に保存状態の良い、中世建造物群から、バイエルンのローテンブルクと呼ばれる。 モーゼル川に面したは、ー、ローテンブルクと称している。1945年に、甚大な被害を受け、ドイツの貴族から離れるまで、プジッツェやパスウエンクは、それぞれ、ポンメルンの、あるいは、東プロイセンのローテンブルクと呼ばれていた。バンド、ブラックモアズナイトのアルバム、ウィンター・キャロルズのカバーには、プレーンラインの風景が使われている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。